姉上、飛ばしすぎでは。手を、もう始まっていますよ。ああ、これは失礼。皆様、ご無沙汰しております。エリザベスでございます。私、ついに、主抜きで新作をご紹介する日がやってきてしまいました。では、早速内容の方に。姉上、私の紹介がまだ。これは音声だけなので、長さこちら、不肖の具体、テオドアでございます。失念しておりました。なんて紹介ですか。待てよ、お客様の前ですよ。では今度こそ内容紹介に参りましょう。何度見ても素晴らしいペルソナの出しっぷりでございます。そうですね。ところで姉上、せめてもう少しこうベルベットルームの説明などは。では主の鼻の長さについて。なぜそこなん。お静かに。ロード激早と噂のバトルシーンでございます。おお、おや、こちらは日常生活の風景ですね。こちらも非常に快適に改良されたとか。 PSP といえば携帯機。手軽さを損なわぬようカリカリにカスタマイズしてございます。カスタマイズ。楽器です。知ってましたとも、そのくらい。そしてなんと今作ではお客人が2通りありうるとか。男性としても女性としても青春の日々を過ごせるとなれば、当然いろいろなことに変化があるでしょうね。私が男性になったり。なりません。テオが女性になったり。なりません。どういう変化ですか。主が。やめてください。こんなにも新要素満載の決定版、お高いでしょう。なぜ急に直ネットの真似なんですか。ほらもう終わってしまいますよ。まあテオ、最後くらい真面目。こっちのセリフです。ならあなたに最後にタイトルを言う権利を譲りましょう。はい、3219。ペルソナ3ポータブル好評発売中。今のは面白く噛むところなのに。